こんばんは。こんばんはです。こんばんちゃー。こんばんは。こんばんぶさー。こんばんは。無事つながりましたね。つながりました。再起動しました。こんばんは。無事オープン。遅くなってすいません。毎回こんなことが起きる。毎日中やん配信見るだけで幸せ。ありがとうございます。こんばんはございます。こんばんは。あ、N ヨシタカさんありがとうございます。こんばんは。音来ました。下げてました。すいません。こんばんは。リップ塗ってないからリップ塗らしてください。お晩です。よいしょ。バカ殿の。オッケー。これ何？あ、買った。USB でした。お晩です。言ったわ。あ、早速質問ですか。震災11年目を迎えるにあたって今思うことは、何もできてないなっていうのは変わらないですね。昔から。でもまあ自分に今余裕がないから何もできないっていうのが大きいですけど。うん、赤い唇。ちょっと薄くしました今日。タイトル見てタイムリーです。ちょうどご質問したいことがあったので、あ、よかったです。こんばんは。でもさ、質問来るか分かんないから、まあ、早速一つしてくださいましたけど、よし、 OK。 勝手にですね、本当に。今日は珍しく飲み物を用意してみました。映えるお茶どうぞって言って、なんかお誕生日に知り合いの方がくれました。こんばんは。こんばんにゃー。事務的なことなんですけど。あ、全然どうぞ。ゴールデンアクスはクリアできそうですか？あのね、しまった。一回、今上にいるんですけど、そのクローゼットの上に一回本体ごとしまった。つまり、やっていない。やりたいんだけど、あれ一人じゃ無理ですね。お兄ちゃん呼んでこないと。クリアしてたかな、ちっちゃい時。しまった。諦めた。なんか、あの、外に置いてたから、そのテーブルじゃなくて、このデスクを。ほこりが、やっぱ猫の毛がめっちゃかぶっちゃうから、なんか壊れたら嫌だなと思って、しまったのがきっかけだったんですけど。青いお茶、映えるお茶。寿司だってなんだ？なんか今人気のゲームですか？氷入れてる。お茶、そう、バタフライピーです。で、今レモン汁も一応用意したんだけど、酸っぱくなるのちょっと嫌だなって思ってるんですけど。なんかやん、こんばんは、こんばんは。しまった。あ、で、事務的な質問、どうぞ。しまった。今日顔薄いな。顔薄い。
でも酸っぱくななんか色が綺麗に変わるみたいな書いてあったからやりたい気持ちはあるんですけど。飲みなさいね、飲みなさいよね。なんかハーブティーみたいな感じです。でも名前は緑茶だった、バタフライピー。酸性のものを入れるとあら不思議。うんだからレモン汁一応あれ見せたっけ、お皿に用意してます。怖いんだけど、まだ入れたことないです。一杯だけ飲んだんですけど、どのぐらい色出るんだろうと思って一杯だけ飲んだけど、私ハーブティー嫌いなんですけど、これは飲めました。嫌いっていうかあんまり好きじゃないんですけど、なんか質問ありますか。私だったら急に質問ありますかとか言われてもへーはーって感じないけど、いやあるんだろうけど全然思い浮かびませんって感じですよね。今日は1時間半やろうとしているんですけど、もう中本食べたい。最近中本食べてる？あ、いつだっけな、アプリ見ればわかる。あ、そうだ、思い出した。もうちょっとでポイントが切れると思って今年に入って1回行きました。コロナ怖いおばさんだから1回行きました。うん、で1月の2日に行ったなんでなんでこんな年明けてそうそう言ったんだろう、全然思い出せないんですけど、なんか食べたかったって。最近キュンとしたことは、すごい顔しちゃった。ないかもしれない。猫、猫、猫、猫の写真、猫、ソファーに縦に寝る猫。猫に関してはいつもかわいいねってなってます。これがキュンというかって言われたら私の中ではキュンご趣味は最近ありません。本当に趣味がなんか仕事に関する動画を見るぐらいですね。なんかやりたい仕事っていうか、なんかこう勉強のために見てる。まあそれは秘密何なのかはちょっと秘密です。大したことないんですけどね、ただ見てるっていうだけです。質問です。今までプレゼントをお送りする際、段ボールの箱の中に事務所から持ち帰られるように手提げ袋を入れておくようにしていたのですが、よろしかったでしょうか。もし事務所から中屋のお家へ段ボールの箱のまま転送されているのであれば余計なものだったのではと思っている次第です。あー、もしかしたらマネージャーさんがそのいつもまとめてくださるんですよ、こうくれるときにプレゼントを。皆さんのプレゼントをまとめて、これがこの人で、これが一つで、これが一つです、これが一つですみたいな感じで説明してくれる感じなので、使ってるか使ってないか正直私が分かんない状態です。いきなり長文ですいません。もやさんありがとうございます。全然気になってますよね。私はなんか紙袋も欲しい人だから、私がそのまんま直に受け取ってたら
紙袋も取っとくタイプの人なんですけど、もしかしたらマネージャーさんがあじゃあ次使えるかもと思って、その別に何だろう捨てるっていうよりかは、そのもしかしたら次の何か資料とかプレゼントとか入れるように取ってあるかもしれないです。でもブランドの袋だったら多分取っといてくれてると思うんだけど、でも分かんない、その人によるじゃないですか。私紙袋大好きだから紙袋も取っておきたいタイプなんですけど、でもあんまり溜まりすぎると捨てるタイプだからなんか変な感じなんですけどそんな感じですかね。もしかしたらその取っておかれてるかもしれない1月2日行きました。最近何か映画見ましたか？映画あれ見ました。あ、珍しく最近映画見てるんですよ。でも2個しか見てないんですけど、名前なんだっけ、あの半地下の家族、パラサイトか、パラサイト韓国映画と、あとその洋画のあのジグソー、ソーのなんか最後のお話みたいな。私ソー、私グロいの大好きなんですけど、でも見たことなくて、その作り物のグロいのこれちょっと語弊があるな、なんかソーを見たことなくて、で見たいなと思って見ました。でもなんか最初の話とかじゃなくて最後の話から見ちゃったって感じですかね。この2つぐらいしか見てないです。映画あんまり見ない人なんです。それもたまに倍速で見ちゃったりとかして。禁断の質問、今でも交流のあるメンバーや OB メンバーは、いますよ。まあ同期はゆきはの愛ちゃんとかも連絡取るし、ゆきりん、はーちゃん、愛ちゃん、まあ、でもゴンも今でもなんかいつ帰ってくるのとか連絡取りますね。あと松雪とかは、そうなんか何でもない話をしたりします。松岡雪ね。とかあとは和社、和さみんとかは連絡取ります。和社も あとモンハンやったり、和社はですかね。他にもいるかもしれないけど、あとはそのメンバーのグループラインで誕生日おめでとうとかですかねいつか忘れたけど配信で蒙古丼食べてたよね、食べてたよね。もう1年2年ぐらい前じゃないですか。もうあれ持って帰ってくるの大変なんですよ、臭いから。宅配やってくれたら私一生頼むんですけど、でも一生食べてたら一生臭いから、ニンニク臭いから、ちょっと私誰とも話せなくなっちゃう川ととさん、僕もキュンした。あ、よかった。そこは皆さんに配信見てもらえるのがキュンとしてますってそれなんか違くない？私が皆さんのコメントを見てキュンってさせてもらってますとかだったらまだあれですけどプロフィールには趣味料理って書いてありましたっけ？料理は最近やります、またやってます。今大根と豚バラのなんか煮つけみたいな煮物みたいなやつと、あとミートソース作りました。あれはもうカットトマトの缶が安かったからっていうだけなんですけど、そういう簡単なものを作ります。シャトレーゼは好きですか？私は大好きです。待って、シャトレーゼってお菓子屋さん？ケーキ屋さん？なんか聞いたことあるんだけど、これっていうのがちょっとわかんないです。お、こんばんにゃ、こんばんは、こんばんは。今度良さげな紙袋を選んでおきます事務所のものになっちゃうけど大丈夫ですかありがとうございます。一応念のため入れておくようにします。あ、でも全然裸でもそのある紙袋を使ってくださると思うので、うん、全然大丈夫です。ありがとうございます。むしろプレゼント
ゴミ袋と紙袋どっちがにゃんこは入りたがりますか？紙袋かな。ゴミ袋はちょっとあの長男坊が黒猫のキキタンが噛んじゃうので、あんまりその袋系を置いとかないようにしてるんですけど。そうですね、紙の方がなんかまあ取れても誤飲しなさそうじゃない、しないわけじゃないけどかなと思って、そのプレゼント、それこそプレゼントもらった時とか置きっぱなしにしちゃうこととかありますけど。ヒューマンフォールフラット、ヒューマンフォールフラットの次に配信しようと思っているタイトルはありますか？今どうしよう。なんかさ、ポンコツだからさ、めっちゃイライラさせちゃうじゃないですか、皆さんのこと。だからどうしよっかな。なんか私でもできるゲームないかなって思ってます。こんばんは、グロイの大好き中谷さやかですグロイの大好きです。僕は、あ、映画は僕は武蔵野線の姫めっちゃ昔じゃないですか。ありがとうございます。私が出てる映画です。あれはほんと一瞬でセリフ覚えたな。でも一個だけ言えないセリフありました。そう、順番に見ないと分かりづらいですよね。そうは通常でも7作あるので。そんなにあるんですか。ちょっと見てみたい。そのジグソーを見た時に面白かったんで、なんか分かりづらかったけど、なんかあの読めました。どういった話が今まであったのかっていうのがなんとなく分かりました。まあこういうゲームがずっと繰り広げ続けられていたんだろうなみたいな。全然前情報なくて、そうはなんかグロいゲーム、捕まって助かるゲームだよみたいなの映画だよみたいな感じの情報は入ってはいたんですけど、グロいの好きなら見ないよみたいなのはあったんですけど、でも見てなくて、その映画あんまり見ないから。でもやっと見ました。時間が、そう、移動中に見ました。金曜日のことぶきとしんちゃんの上映は行きますか？行きたいんですけど、やっぱそのコロナ怖すぎ行きたい。水島さんの話聞きたい。気持ちは行きたい。行き量を飛ばします金曜日私何してる？行けないことはないですけど、鍋売ってなかったっけ？鍋なんだろう、ちょっとヒントください。わさみんのお姉さんとも、妹さんともモンハンやられてましたよね。やってました。めっちゃ強いんですよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんって言っても、あ、同い年かなぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ちょっと不確かな情報言いたくないのでごめんなさい。年齢は近かった気がします、私と。すごい強い。だから私ポンコツだから憧れますねシャトレーゼって歌、ダイゴさんが笑っていいと思って作ってたような。失礼、ダイゴさんの話はルクルーゼだった追加確認すいません。基本的には中谷ご本人が事務所から持ち帰られるんですか？そうだとするとあった方が。でも事務所にもあるのですね。基本的にはなんかマネージャーさんめっちゃ優しくて、なんかその出やすい駅まで持ってきてくださいます。ここの駅でお渡ししたいのでどうですかみたいな。だから直接、そうですね、手で持って帰ります。事務所からっていうよりも、全然事務所からでもいいんですけど、私的にはそのやっぱりこう忙しくてマネージャーさんがいなかったりするので、で今で先に行く途中なんでみたいな、明日こういう予定があるんでこの辺で落ち合いませんかみたいなのでもらって帰ることが多いです。
こんばんは。こんばんは。ネットフリとか入ってますか？それは、入ってないんですけど、そのなんだっけ、ジグソーは友達が見せてくれました。アマゾンプライムだったかな。一緒にいるときに、その移動中にって感じです。入ってないんですよ。でパラサイトも確か見せてもらった気がします。待って、こんばんは。いきなりですが、中やんソロでの純情主義みたい。私ソロ、あの歌ちょっと、え、何これ、あ、これでした。疲れますね、疲れそうですね、あの歌一人で歌う。YouTube 見てる？ YouTube たまに見ますけど、最近見てないです。だからその勉強用に見てるだけですかね。なるほど、ありがとうございます、袋。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。ヒューマンフォールフラットちゃんとやってみました。今、工事現場ですが、指がつりそうです。私、工事現場やったのかな？もうなんか、流れで皆さんに身を任せてやってるから。やったのかな私。あ、鼻水出てきた。ちょっと下げです。あの、皆さんは真似しないで鼻噛んでください。鼻は噛むものです、吸うものではありません。喉が痛くなりますので。え、これさ、やってみようかな。レモン汁でも混ぜるもの今持ってないんですけど、いきますよ。待って、私の手でもここで落としたら絶対死ぬ、怖い。めっちゃ入れちゃった、めっちゃ入れちゃった。レモン汁垂れる、レモン汁垂れる。あ、ここのこれに置いて、ティッシュ置いて。えー、わからない。あー、ちょっと紫っぽくなったけど、皆さんからは見えなさそう。え、わかんないですよね。え、めっちゃ綺麗なんだけど、もっと入れなきゃダメかも。え、見えます？ちょっと紫っぽくなったんだけど。ハンドパワーです。下手すぎ、持ち方とかも全部。あ、待ってよ。鼻水 ASMR、 それ聞きたくないですよね。じゃあ中やんソロで天使の尻尾、当時の衣装でもう入んないと思います、当時の衣装。最初の方のやつじゃないですかね、工事現場。 あれかな、なんか伝ってったやつかな、違うかな。この暗闇の場所があったところが、花粉の存在を感じてる。私もう12月1月、嘘、それは言い過ぎ、1月でも本当に1月ぐらいから感じてます、花粉。はあ、花粉のせいで朝なんか鼻がプーンって。でももともとその猫のアレルギーもあるし、アレルギー性鼻炎だから、まあ、常にブーンって感じなんだけど、なんかブーンってこう威力が上がった感じです。鼻からダイヤモンド、本当に。ワクテカ？ワクテカって懐かしい。変わりました、一応。クリアした9ステージ。え、待って、そんなにクリアしたの？私何もしてないじゃん。
3つくらいはあっという間に進まれちゃいましたかね。そうですね、また最初からやろうかな。でも一生終わらない気がする、最初からやったら。にゃんこの足グラス可愛いですね。そう、昔いただいて、でもあのもうちょっと違うからいただいて割っちゃってまた自分で買いました。色がすごいね、うん、紫になるよね。紫変わりました。あ、変わりました。見えた、よかった。あーのお顔がどこのみでした。どんな顔してた。良き紫です。紫ですね。あ、よかった。工事現場、工事現場ステージ5。わー、わかんない。今も AKB の曲踊れる？マジでそのわかんないです。流してみる。ゆきりんのなんか動画でランダムで踊ってみたみたいな。あ、また痛い痛い痛い。あ、やばい、これ取れない、これ取れないやつやで。あー、足で取っていいですか。ちょっと行儀の悪いことします。よいしょよいしょ。取れた。こんばんは、こんばんは。ドゥ、1月後半から花粉感じてましたよ。え、メンさんが、それとも私が。でも本当に痒かった、ずっと。秋も痒いんですよ私、だから割となんか年中鼻水って感じです。ドゥン、こんばんはって言ったっけ、言いましたね。へきし。落ちた時の声可愛かった。え、どんな声でした。もう分かんないよね自分でね。3期、ん、これ逆だ。3期15周年記念公演の実現は難しそうでしょうか。え、やりたいって話はしてるんですよ。でもなんか忙しそう。ずれて、ずれたらやれるかなみたいな、なんかすごいふんわりした感じです。ずらせたらやれる、でもずらして意味ある、いや、やりたいよねって感じです。以前すき焼き食べながらの対談番組で高い目のお肉が苦手って言ってましたが、今も苦手ですか。苦手です。どうしてもやっぱこう育ってきた環境でのさ、こうお腹はさ治んないですね。痛いくなっちゃう。登録チャンネル、ゆっきりもある。いや、結構前じゃないですか、あの動画。練習しんどい。面白い。ずれたら。初コメ読んでもらっただけでこんな嬉しいことない。やばい。え、初コメどれですか。ありがとうございます。育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めない。なんか歌詞、なんか え、いつの、いつのユキリン AKB。 ランダム、ランダムダンス、あ、これでいいんじゃない。あ、なんかいろんな人がランダムダンスしてるわ。セロリ、あ、セロリ。スマップさん、あると嬉しいけど果たして当たるだろうか。15周年記念公演、確かにそうですね。お肉、ご回答ありがとうございます。はい、お肉。あ、だからユキ見ちゃダメじゃんね、縦にしよう。
でもこの動画見てないんで何の曲が流れるか分かんない。ウキで見てる。あ、ハッピーハッピーバースデー。なんだっけ、え、なんだっけ、覚えてるさ、本当の友達が歌ってる、君の頬に涙さぷらいつ、合ってるかもわかんないんだけど、ちょっと合ってるかがわかんない最新動画がランダムダンス、え、マジですか、それ見てないや。マイクの影に隠れる女これここにね置いてるからね。でも見えないようにするにはここに置くしか、これぐらいか。最近 AKB の番組も放送されてたりしますが、ゲームに出ていたメンバーの人たちはほとんど卒業されたんですね。そうなんだ。何がやってるんだろう今。演じた役柄のような職業や経験をしてみたいと思うことはありますか？あります。なんか舞台でやったその旅館のおかみさんみたいな役とかはちょっとやってみたいなって思ったし、あとそれこそ寿飛行隊はその乗ってみたいと思いました。戦闘機というか飛行機なんて、あれなんて言ったらいいんだろう、毎回なんて言ったらいいか悩むんですけど、はやぶさとかに乗ってみたいなって思いました。とかまあでもまあさ、できリアルじゃできない職業とかその役柄経験ができるっていうのは、うん、いいなって思いますね。このお仕事レシプロキ、そうレシプロが出てこないんですよね。ことぶきの仮のタイトルがなんかレシプロだったんですけど、プロペラ機、うん、はやぶさは旧日本陸軍の戦闘機です。うん、を乗りに来てください、事務所的に許されるなら、いやー私多分うえってなっちゃうG とかその三半規管弱いんですよ、多分うえってなっちゃう苦手かも。乗りたいですけど、あのちっちゃい頃新幹線で酔うぐらいの三半規管です。うん、三半規管の弱さ、ミステロレシプロ一緒ですね。ほとえ、内海さんあ、ほんと？これ押せないのか、気づいてなかった。ほんとだ、ウイスキーパパだ、ありがとうございますあんまりさ、分かってないんですよね、レシプロキ。好きでゲームやってたけど、番組っていうか作品が好きで。ありがとうございます。監督は大丈夫でした。へえ、そうだ、乗ってきたって言ってましたもんね。すごいな。まあでも乗ってみたい気持ちはあります。プロペラ機、レシプロ機。うんうん。ね、涙サプライズの握手会は待ち時間が長すぎて6時間ぐらい涙サプライズ聞いてた。やばー、まあ、あの、ね、並んでる人によっては延々とね、終わらないからね、列が。来月29日で0048放送開始10周年。ノーネームの再結成はほぼ難しいけど、自分の中では永遠です。ありがとうございます。私の中でも永遠です。まあ事件を起こすぐらい大好きだからね。ほんと、あれは申し訳なかった。子供でした。いや、いい年齢だったけど。反省してます。
有吉 AKB 共和国で泊まってます。私まだいた時ですね。あーよっしゃ行くぞ。アメリカのエアショーでは第二次世界大戦の頃の軍用機に乗れるイベントありますね。すごい。てか乗ってみたいな。斬新さんありがとうございます。こんばんは。今日も鼻歌配信ですか？素敵な声で癒されます。ありがとうございます。ちょっとちゃんと歌枠のこと調べてやれたらやりますね。いつもありがとうございます。いつもってか。今はそのランダムダンスをチャレンジしようとして涙サプライズで終わりました。これ適当なね人間ですいません。今止まってるけどね、ゆきりんの動画。夏美さんに乗せてもらうには中谷さんは西に行かねばなんですかね。そう、私場所とかさ、なんかその分かってないから。でもどっか遠くに行ってきたみたいなこと言ってましたよ、監督が。ちゃんと乗れるような環境のところに行ってきた。そりゃそうだ。ちょっと中屋旅館予約。でも実際ね、そのね舞台みたいにさ、うまくさこう接客とかできないと思います。うん、大変だと思う、そのお仕事を。岡山県だって。ありがとうございます。わーい、行きたいな。岡山調べよう。行こうとしている。ね、岡山県って入れると最近なんか原っぱの腹が出てきちゃうんですよね。あ、ちょっと岡山県広すぎて一旦倉敷に合わせよう。きゃー長旅、長旅、新幹線乗らなきゃと。マジで地理というかその地図が分かんない人だから。旅館の接客もピンキリなので。イキヤさんが言うと面白い、面白いっていうか、うん、似たのでよければ調布から飛んでます。ん？調布？あれ調布って立川の方？立川はどうしても思い出の写真。思い出の写真じゃない、思い出の場所。岩手生まれの子に岡山が広いとか。いや、なんか岡山県で検索したらそのどこに行くのみたいな感じになっちゃって、ちょっと地図で。機会があったら行きたいです。つみさんありがとうございます。よし、なんて読むの？飛行場。今はコロナでやってないかもですが、陸自のイベントで輸送ヘリに体験搭乗できるものもありますね。乗ってみたい。輸送ヘリってあれから、なんかドラマとかでよく見るさ、あの端にみんなトン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 みたいな座ってるやつか。調布、そうそう、調布とか大東ねとか関東でも飛べる場所があるから、本当に小型機体験はぜひ。配信すればことぶきファン みんな喜びます。確かに。ではなんかできるのかな。なんか難しそうですね。やってみたい気持ちはあります。コロナはいつ終わりますか？もう私も聞きたいそれ。いつもあるの？なんかわかんない、その薬が承認されたら港南飛行場。おお、なるほど、ありがとうございます。薬が承認されたら
あれかな、やっぱさ人が亡くなってる以上、そのインフルエンザと一緒だからさ、インフルエンザなじむのに10年かかったみたいな調べたら書いてあった気がするんですよ。なじむって何って話ですけど、そのなんか薬とか。YouTube で体験登場とか生配信でも、生配信してさ私がさおえーってなったらさ大問題ですよね。録画っていうか撮って出す感じにしないと生配信じゃ多分死んじゃいますね、怖いから。本当に三半規管弱いんですよ。新幹線で酔うって相当じゃないですか。おけがにも飛行場ありましたね。なんかみんな詳しいな、私好きだけど乗ってみようってならなかったな。そのやっぱこの仕事柄怖いなっていう。にゃおちゃんが言い訳メイビーの PV 撮影の聖地 YouTube でしたへー。VR で体験してみましょう。やってみたい。関東で搭乗体験。うん。水曜どうでしょうの大泉さんの再来と話題になるでしょう。え、あれですか、お魚食べた回？私それだけすごい印象に残ってる。おえーって。お魚生でかじっておえーってなってる回、知ってます？水曜どうでしょうだったと思うんだけど。声優さんだと保険的なところで難しいかもですね。ああでもどうなんですかね、やってみたい気持ちある。でも監督が乗れるんだったらシミュレーターからにしますか。うん、酔い止め飲んでそのご飯減らしてとかですかね。意外とマイナス G に強かったりして、確かにふんわりが苦手なのかもしれない、わかんないですけど。今日も配信時間は1時間でしょうか。今日は1時間半やろうと思ってます。いつも中途半端でバイバイってなるからはい、エキリンのランダムはちょっともう終わりにします。踊れてるかもわからないという検証結果が出ましたあ、バタフライピー飲まない。釣りのやつですか。釣りだったと思うんですよね。釣ったお魚を生でかじるみたいな。なんかそれを平島のなっちゃん家で見て、みんなでいやーみたいなだった気がします。なっちゃん家だったかな、なんかなっちゃんがいたことは覚えてるんだけど。なんかでもレモンを入れたけどそんなにわかんないな。ちょっとつけすぎだから、これをレモン汁のお皿にのせて、茶葉のやつをちょっとお水足して薄く敷いてあ、映ってたありがとうございます。あ、30分、あと35分やります。あ、そうそう、今日だって10分遅刻したから40分ぐらいまでやろうかな。こんばんは、初見です。あ、ありがとうございます。めっちゃゆるいですけど大丈夫ですかあと音量どうですか、 BGM とかも監督は別格ですから。まあね、お仕事っていうのもありますけどね。容赦なく連れて行けそうな佐々木さんですら心配な私佐々木さん喜んで乗りそうですけどね。生でかじる、お魚生でかじってました。よしなんか連れていけそうな佐々木さん、うん、まあね、お仕事みんなあるからな。 BGM 小さいかも、ちょっと上げてみるか、声が大きくなったから。今月末、平松かな子ちゃんがアイドル卒業しますね。あ、なんか
ツイッターちょうど見ました、つぶやき。やめちゃうんですね、なんかメインでやってなかった。ちょうどいいです。 BGM は小さいかも。ちょっと上げてみました。音量いい感じかと。昨日の設定のままですよね。あ、多分そのまま残ってると思います。マイクプロパティ7のまんまですね。 BGM はほぼ聞こえないですが声はいいです。 BGM ちょっともうちょっと大きくしてみよう。45ぐらいにしてみよう。どうですか、どうですか。ちょい抑えめでいいかも。え、どっち好みですかね。ここに関しては BGM 聞こえるようになりました。もうちょっと下げる。こんばんは。スカイダイビングのご予定はない。ないです。BGM 抑えめでいいです。じゃあもうちょいか。こんぐらい。この BGM を聴きに来てると言っても過言ではない。眠くなりません？いい曲だった気がする。私がそのフリーのかけてもいいやつを探してここにはめ込んでます。スカイダイビングしたいんですけど、それもねちょっとね、そのどうなんだろうっていうのはありますね。バンジージャンプとかも全然したい。私本当に平気なんですよ。そのバラエティで嫌と言われているものがとことん平気な人間なので、ヘビとかでっかいカエルとかバンジー、まあ、スカイダイビングもそうだし、唯一嫌いなのは雲ですね。雲だけは本当に、あ、だからタランチュラ食べろとか言われたら、その乾燥されたタランチュラ、うん、もう無理です。あの形をとどめてなかったらいいかもしれないけど、足とかだけだったらいいかもしれないけど、イナゴも全然食べられるし、昆虫食はその美味しかったら大丈夫。まずいのが本当に嫌です。私がまずいっていうの相当まずいです。基本的に何でも美味しいっていうタイプの人なので。声だけで全然違和感なかったよ。長屋の声が主人公なので BGM はうっすらで言うの抑えめでいいです。まあ好みですね。とりあえず飛行機見に行きましょう。所沢の航空記念公園とかいかが。あ、この間テレビでなんかあのバスの旅みたいなので行ってた気がする。航空記念公園ってワードが聞こえた気がします、お母さんの部屋から。全然関係ないんですが、言葉を失い静かすぎる悲しみ、思い出の幕切れに、え、これなんだっけ。言葉を失いだ静かすぎる悲しみ、あれ初めてのレコーディングですね。なんだっけ。でもどうしてもやっぱその歌い方になっちゃいますね。航空記念公園行ってみたいな。言葉を失い静かすぎる悲しみ、思い出の幕切れに、あ、どっちだっけ。幕切れにいつか来たかったこの場所か。ちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい。そのねふわりが違った気がするんですよ、 K チーム K の。山梨の飛行機博物館はこの前行きました。みんな行ってるじゃん。私より好きじゃん。私は高所恐怖症なので無理。全部動画にしましょう。
それこそわさみに聞いてみる。え、スカイダイビングですか、やってたの。 AKB の曲踊ってみたっていうのを見てみたいなというのはあるのですか。私その今歌の動画しか上げてないじゃないですか。そこなんかどこまで幅を広げるか。今その歌アカウントみたいになってるじゃないですか、まあ、今サボってますけど。どうしようって感じです。その編集も上手じゃないから、そのいいアプリっていうかそれを買わなきゃいけなくなっちゃうし、それも続くかどうか分かんない。最近晩酌してますか、おすすめのお酒あったら教えてほしいです。うん、最近は簡単にチューハイばかり飲んでます。でもその穏やかなお酒しか飲んでないです。急なリップ。最近はほろ酔いのなんか、あ、何か美味しかった、なんかハピクルサワーだったかな、あとなんかビターシーみたいなやつ。ビタミン、デカビタみたいな味のほろ酔い、美味しいです。ハルキャンが頭に乗せてた気がする雲。私ほんと雲だけはなんか別に顔とかよく見ると可愛いんですけど、あの形がダメなんですよ。こういう、うーもう こうやって広がってる形がダメなんですよ。なんか私雲恐怖症っていうよりこの広がった形恐怖症かも。こんなかこういう、うーダメなんです。なんでだろう、これ本当にどういったそのメカニズムでこうなってるか知りたいんですけど。曲技飛行とか、見たい。それこそあのなんだっけ、ブルーインパルス、もう見ようと思う、必死にこうやって仕事場のみんなでやってましたけど、通るだけでテンション上がりますよね、飛行機ってか。家にでかい雲が出た時の絶望感やばいです。私あのぴょんぴょん雲が出ただけでもうダメですもん。なんか叫んじゃうんですよ、叫んじゃう病気なの、本当に本当に雲恐怖症、まさに。アイドルグループ自体が現体制終了で、それと同時にメンバー何人かが卒業して、その中の一人が平松佳奈子ちゃんです。あ、なるほどなるほど。あ、だからなんかこのもう一人も一緒に卒業しますみたいな、ありがとうみたいな言う、なんか言ってくれて嬉しかったよみたいなのを書いてたのは見ました。禁じられたやつ好きです。禁じられたやつ、ことぶき愛は中谷さんにも負けません。私そのなかなかね、その絵描いたりとかしないから、その愛がさどうしても薄れてくるっていうか、好きなまんまですけど、そのね他にやることができちゃうとどうしてもその男性のというか一個のことしかできなくなっちゃうから、集中がね切れちゃうっていうのはあるんですけど、でも好きなまんまですけどね。やばい、禁じられた二人大感謝です、ずっと聞きたかったです。よかった、飛行機大好きですから。飛行機、そう、私も好きなんだよ。でもなんかそんなにめちゃくちゃこの機体がこうでこうでみたいなのは言えないから、そのすごいライトな感じだから好きって言えないのがちょっと。元 AKB がランダムダンスみたいな YouTube で定番、確かにそういうイメージ。こんばんは、こんばんは。ほろ酔いさくらんぼロゼおすすめです。え、そんなおしゃれなのないんだけど、カシスのやつはあったかも。飲めるずのレモネードサワーが好きです。飲めるずはキリンじゃなかった、レモンドーブランドです。なんか最近出たやつですよね。じゃあカニは、あ、カニもちょっと気持ち悪いんですよ。カニの味は大好きなんですけど、広がってるの見るとうふふってなります。蝶々は
我慢できますけど好きじゃないです。んーてか蝶々寄ってくるんですよ私、虫に好かれやすくて。なんかその前も配信で話したと思うんですけど、その虫に好かれる菌を多分持ってるんですよ。人より足の菌が1個多い人が蚊に刺されやすいみたいな研究を中学生か高校生の方がしてて、私も多分そのタイプだと思うんですよね。蝶々とかなんか寄ってくるんですよめちゃくちゃ。なんか多分悪気はないし、そのあなんかなんかいい香りみたいな、多分彼彼女らからしたらなそうなんだろうけど、あー本当に苦手だから。一番その嫌なのは何ですかって言われると、雲、広がった雲の形だから、ピョンピョンがこうなってたら平気なんですよなんか足縮めるじゃないですかたまに雲って、こうなってたら平気です。あかわいいねって顔とかもよく見られるし、ただこうこうやって広がられると気持ち悪いんで。モンハンの雲系きついです。あの人誰だっけ、あのボーってやる人あれ本当に気持ち悪い。でもあれは大きすぎるから、その全体像を見られないから。あとさっき大きくも出てきた時絶望って方いましたけど、私まだ会ったことないんですよ足高軍曹に。まだ生まれてこの方会ったことないんです。一回足高軍曹もどきにはあったんです。足高みたいなコオロギみたいな子には会ったことあるんですけど、でもあれ多分足高さんじゃなかった気がするんですよね。ゆくゆくは10分くらいの Vlog 動画など見られれば個人的には最高です。ああ確かにな。でも私その踊ってみたもそうですけど、その 場所を抑えるとか、なんかその労力がなかなかね、その今余裕がないから避けないっていうのが大きいですね。やりたい気持ちはあるんですけど、あとお家を晒すのがちょっと怖いなっていう。あ怖いって、そういうなんか誰か来るとかじゃなくて恥ずかしいないやいや、部屋で配信してたやつが何言ってるんだって話なんですけど、クマ恐怖症はアラクノフォビアっていう名前ついてるくらいだから、あれ何なんですかね、本当に苦手なんですよね。いろいろ難しいと思うけど、バイクの免許取ってなっちゃんとツーリングみたい。え、もう本当になっちゃん一回事故してました？なっちゃんだっけ、誰だか忘れてたけど、うーん事故も怖い、足ザリザリなのもやだ。まああとこの仕事柄なかなかな。ブルインは11月3日にイルマで吉祭、吉の祭りがあればガッツリ見られますよ。わあ、ムカデでしたっけ、お兄ちゃんにヘルプを求めたの。あそうです。でお兄ちゃんが菜箸で、菜箸にガムテープを逆にぐるぐるぐるって巻いて粘着質の方を表にして、それでベチってやれって言われてやって、もうそのまま30分、こうなるじゃないですかムカデが。あーもう足が多いのが無理。でもムカデは本当に嫌い。足が多いのが無理なのか分かんないです。何が悪いのか分かんない、何が嫌なのか分かんない、とにかくなんか気持ち悪い。ことぶきファンにとっては移動で飛行機乗るだけでもみんな嬉しいんですよ飛行機でも乗りたいな、本当に乗りたい。こんばんは、初コメです、ありがとうございます、いらっしゃいませ。夏尾整備班長の戦闘機講座を見直せ確かにあれ本当に勉強になります。みやおちゃんとコラボして踊ってみたしてみたら、え、みやおちゃん最近連絡取ってないですよ、舞台で一回一緒になったぐらいなんで。生配信ってどれくらいの頻度でやる予定ですか？仕事がなければ毎回みたいです。今週は毎日頑張ろうと思ってますけど、その仕事の関係とか予定の関係で配信できない日は多分あると思います。
さくらんぼロゼは3月8日新発売。え、昨日か。飲んでみよう。飲んでみます。虫は基本嫌いだけど、カブトムシ、クワガタは大人になった今でも好き。表は好きだけど裏は嫌いです。わかります、この気持ち。セミの死骸をこの距離で小学生の時に男の子に見せられてからもう無理なんですよ、裏側が。思い出しただけでうーってなります。虫が好きなフェロモンを出してる。多分フェロモンって言い方はいい言い方だけど、菌が1個多いって書いてありました。その研究してる中学生だか高校生のお兄さんの妹さんが、よく刺されるからなんでだろうって、蚊に刺されるからなんでだろうって調べたら菌が1個多かったって書いてありました。多分同じタイプだと思います。足高さんは強力な戦闘力を持ってます。かっこいいとは思いますけどね、シャッて食べる姿、カメレオンみたいな。わかんないけど、ちゃんと見たことないけど。あー、手のひらサイズの雲が目の前に降ってきた時は絶句でした。絶句なのかな、私あーって言っちゃうと思います。あとちっちゃい雲、さっきなんか誰か質問してくれてたけど、一回お母さんにねえ雲がいるって一回言います。一人じゃあちょっと対処できるか分かんないから、保険でお母さんに落としたら助けてくれとって感じですね。モンハンの雲、八つかだき、あ、そうそう、八つかだきさん、あれは確かに気持ち悪いけど、その大きすぎるから、その全体図が見えないから大丈夫。虫をひっくり返した裏側は基本ダメそうな感じがします。あれですね、コガネムシでしたっけ、あのキラキラのは、足こう死ぬと縮めてくれるじゃないですか。それは平気。やっぱ足がピヨって出てるのがダメなのかもしれないです。足高さんは G を食べて駆除してくれるから退治しない方がいいと言われてるけど、足高さんの方がよっぽど無理です。一回だけ見たんですよ、足高さんがゴキブリを食べてくれるかどうかみたいな。なんて言うんだっけ、害虫じゃなくて液虫、なんて言ったらいいんだろう。なんかそんな感じの利益をもたらす虫みたいな書いてあった気がするんですけど、足高軍曹って言われてるのちゃんとこう助けてくれるからみたいな。でも私ゴキちゃん自分で殺せるんで、足高さんはお外にやっちゃうかも。ほんと寒い中とか雨の中申し訳ないけど。じゃあなっちゃんのもう一つのネタであるサウナをご一緒にお願いします。水着さらせないからな私。お部屋じゃなくても出先の廃棄や物だけでも中屋ピックアップに価値あります。語り後で入れても文字でもいいかと Vlog。 あーなるほど、撮るだけでいいってこと。いやでも恥ずかしいな、街中でさカメラ、まあ今いっぱいいるか。私も虫は苦手です。だけど雲は割と好きです。なんか顔は好きです。いっぱいこうめめがちょんちょんちょんってしてるのとか、あ、すいません。カブトガニなんか絶対無理でしょ。検索してみる。カブトガニ、あ、ガキになっちゃった。ガニ、あー大丈夫、裏か裏か裏側、あー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 決めない、
こうなるんですよ、こういう病気。うるさかった。こういう病気。窓側にできた雲のさ、一つくらい残しておいた方がいいですよ。カメムシを食べてくるか。私カメムシも殺せる、殺せるっていうかどかせる。大丈夫。雲だけは本当にやだ。こんばんは、今帰りました。お帰りなさい、お疲れ様です。でっかい雲は地食べてくれる偉いやつ。確かに足高さんね。ニトモエノさん、昔小さい雲と同居してた記憶があります。あ、そうだね、ニトちゃん多分住んでたと。ハエトリグマは可愛いですよ。顔はつぶらな瞳で可愛いし、ぴょんぴょん飛ぶし、パソコンのカーソルに反応するのも萌えです。それ虫虫だと思ってるの。待って、ハエトリグマハエだと思ってるのか。あ、待って、叫びそう、また叫びそう。ウィーン。あ、ぴょんぴょんだ。私が言ってるのこの子です。ぴょんぴょんのことですね。ぴょん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 ダメなんですよ。ぴょんぴょんは好きなんだけど嫌いなんです。顔は好き、顔は好き。液中、液中です。足高さん、3匹いれば家中のゴキさん。私は自分で倒します。船虫もう調べたくない。いいパソコンといいカメラでの動画作成環境をプレゼンしたいですが、 iPhone も相当画質上がってきてるので。 iPhone の動画を転送するにはどうしたらいいんだろう。私ちっちゃい頃からわからない若い時からわからない。すっぴんも晒せたんです。水着もいけますね。無理だよ、水着に関しては本当に。もしリュック使ってたらリュックにつけられるマウント。あー、なるほど、こう後ろにカメラ、え、 GoPro？ エイリアン、びっくりした。カブトガイの血液、薬なんだよ。スパイダーマンの中よ。怖いもの見たさ、炸裂中。ナウシカに出てくるでかい虫は裏じゃなかったら大丈夫。雲見ました、いましたじゃなく見ました。昆虫食といえば島田ハルスはるかさんがネモステレビで幼虫をちゅうちょなく食べてたのが衝撃だった天然記念物様になんてことを散歩してる動画とか上げてほしいな。昔アプリであったナカヤンクエストみたいな感じで街ブラを殺せるオタフォーは今でも仲良しですか。仲良し、ここに仲良しかな集まりはしないですけど。こ、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。かまど馬、かまど馬かな。この間、この間じゃないよ、昔 見たやつ。昔あったかいんだからを調べようと思って画像検索したら虫の方が出てきて叫びました。え、なんで、誰が出てくるの。イナゴをお弁当に持ってくる AKB 方面。何が起きた。あの雲見ちゃいました。あ、慣れた慣れた、ハエトリグも慣れた。あー、顔が可愛いね。あはー、顔が可愛い、顔が可愛い。いやうわあ、虫、クマムシ。あなるほど。カーソルを餌だと思って飛びつく、かわいい。奈良の山奥にゴキさんの供養塔が立ってるそうだね。でもうちは仕方なく潰しますけど、外で見た時は全然ゴキちゃんは私は見送ります。
吐息のチカちゃんが愛してやまないアノマロカリスは大丈夫ですか？アノマロカリスは裏もダメかもしれない。こんばんはんこ、こんばんはんこ、こんばんは、こんばんは。あー、クマムシそう。あったかいんだから。まだ質問募集してますか？してます。好きな食べ物は何ですか？すごいなんかメジャーな。好きな食べ物、逆に皆さん何ですか？私は麺類、今っていうか昔からもう麺類しか食べてない。あったかいんだから歌ってる芸人がクマムシだからです。クマムシさんね、叫んじゃうんですよこれは。あのね、私の意思とは関係なく叫んじゃうんですよ。出ちゃうの声が。グロいの好きだけど昆虫のグロいのダメなんですね。そうですね、もう、昆虫はダメですね。顔から別に映った時の落差ほんと顔だけ映してほしい。虫ですか？虫見て今絶叫してました、検索して。わらクマムシは地球最強の生物、あれですか、あの微生物みたいなやつかな、こういうみたいな丸いもちゃもちゃもちゃみたいなやつかな。 AK ビンゴの昆虫食の罰ゲームに出てたらいいリアクションが見えたのにね。あーでもそのあのキュッて閉じてると大丈夫なんですよ。だから足だけとかは本当にさっきも話したけど大丈夫です。カレー、あれサンゴさんサンゴさん見に来てくれてる。カレーおすすめしてくれたカレーを食べに行けていません。私はいつ食べに行けるのでしょうか。カツ丼、米、ハラミ、タラコ、乳製品、焼肉、寿司、ハヤシライス、チーズ。なんかバラバラだね。そりゃそうか。コロッケ、唐揚げ、うどん。中に虫を検索させる回みたいになって叫んじゃうからもうやめようか。いろいろ食べすぎて今さら好きなもん、好きな食べ物はない。なんかこれっていうのが私はその麺類っていうだけで、そのなんかふんわりしてる好きなのはいろいろありますが一番のパワーフードはうなぎです。なるほど。でも無敵のクマムシってプチって潰して殺せる。ああなんか圧に言わ、なんかそれ私も調べた気がするの。なんかその生活としては最強だけどみたいな。なんていうの、生きていく上では最強だけどその衝撃には弱いってことですよね。体は最強だけど虫の出るパニック映画はダメですね。ダメですね。私地球防衛軍のゲームも叫びながらやってますもん今年釣りかバイク始めましょう。バイクは無理だけど、私は絶対自分も死ぬし多分人も引いちゃうから無理だけど、だから絶対免許取らないって決めてるんですけど、釣りかな。でも三半規管弱いからな毎回酔い止めですかね。温かいうどん、あでも別に陸で釣りすればいいのか。白米かな。カエルは友達？カエルカエルは食べれる足食べたことあります。白米読んだわ。ピリアニは食べたことない。なんだろう、ピラフ的なやつ、わかんない最後の晩餐は何を食べたいですか？なんだろう、うわめっちゃ悩む。辛いもの食べて死にたい。なんかその老衰で死ぬんだったらもう何も食べられないと思うけど、私お粥好きなんですよ。お粥でいいかも。その年取ってあーもうすぐ死ぬわねってなった時にじゃあお粥だけもらおうかしらってなるかもしれないけど、そのあもうすぐ地球滅亡ですじゃあ何食べるみたいになった時はそれこそ中本か赤から鍋かかな。
何がいいかな。あとは地元の大好きなラーメン屋さんぐらい。でもさ、地球滅亡ってなった時さ、ラーメン屋さんとかさ、やってくれるかな。もうお金稼いだってしょうがないじゃん、地球滅亡だから健康診断とか受けてますか？受けてないです。昔1年ぐらい前にバイト先の健康診断1回だけ受けました。よくネットに検索してはいけないワードには見た目のヤバい虫がよく出てきますね。虫はちょっと本当に釣り堀から始めればよろしい。うん、やってみ、やらないだろうな多分。お魚食べるのは好きだけど、なんならニジマス掴む方が好きか釣りより掴む方が好きか。ちっちゃい時にやった、林間学校か何かで。ロードバイクに乗ろう。絶対事故る。私本当にポンコツですよ。ゴロンって転がって終わりだと思うし。カニの腹の方は見れますか？うん、あんまり好きじゃないです。じゃあ辛いおかゆで。あ、それはちょっとな、老衰の時はちょっとな。もうすぐ地球滅亡する時はお店閉まってますね。そうですよね、みんな好きなことしたいもんね。ってなるとやっぱそのスーパーで買っといた赤から鍋の元で赤から鍋して死のうかな死のうっていうか死ぬかな。ビリヤニってインド式チャーハンと呼ばれているけど、実はインド式炊き込みご飯。やっぱなんかご飯系だったんだ。しっかり調べきれてないんですが、 iPhone で撮った動画ファイル形式を変換すれば Windows ソフトでも編集できそうで。ありがとうございます。ちょっと私も検索してみるか。いやいや、でも Vlog 撮れなさそう。だって恥ずかしいもん。おすすめの趣味を教えてください。ない、今ない、本当にない。あ、カレーうどんもいいな。やっぱ麺類だな。その赤から鍋も締めは雑炊ときしめんにしたいデザートがつくとしたら最後の晩餐に何にしますか。なんだろうな、私エクレア好きなんですよ。エクレアにしようかなあとはバニラアイスでいいかも。単純にアイス。辛いの好きな中屋はインドご飯好き。インドご飯あんまり食べないです。その癖が強いのがあんまり、香辛料的な。辛い唐辛子も香辛料だけど。中屋ん、カエルって鶏肉と同じって聞いたことあるけど本当ですか？あー、確かに食感は似てます。味はちょっと、でもなんか味付けによるかも。中屋のうなぎつかみには KO されました。懐かしい。 AKB グルメスタジアムで中屋んが作った柚子胡椒の手羽先。懐かしい。もうなんか記憶になかったんだけど、料理してましたね。なんか料理、なんかハウススタジオみたいので料理したわ。本当になんか楽しかったことをいっぱい忘れてる私。柚子胡椒あんま好きじゃないんですけど、多分レシピとしてもらったのかな。死ぬまでに一度はやってみたい仕事は何？なんだろう。でも本当にそう配信して元気になったから、なんかこう皆さんと絡む個人的なイベントをしたい。やってみたいっていうか、もうやったこと、あ、でもないからな、一人だけのイベントやったことないから。手頃なクロスバイクから、あ、もう絶対転びますよ。私自転車で転びそうになるんだもん。あの段差、あの歩道、車道から歩道に移るこのゴリゴリっていう段差で転びますから、ね、じゃあ寝転ぐで。寝転ぐってなるとお家になっちゃうから、そう本当は猫の記録本当に撮りたいんだけど、
地球滅亡に備えて家に辛いものを常備しておかないと。うん、一味と鷹の爪はあるけど。運動とかやってる？運動特にしてません。バイトで仕事動かすぐらいかな。飛行泉さんが暗号を送ってきてくれている麺食い仲やん。うん、麺食いですね。唐辛子系の辛さが好きなんですな。そうですね、まあ、辛子も好きです仲やんが魚さばいていくYouTuber さん。うさぎ料理も美味しいよ。エクレア22時半あと8分。お料理の過程をそんなに凝らずにポイントポイントで撮影して最後食べて終わりというのみたいな。お家が綺麗だったらさ撮ってもいいかなって思うんですけど、そう古い家なんでちょっと恥ずかしいな晒すのじゃあ辛いエクレアでやだな、組み合わせとかやだな。早いな。ボードゲームでもやりますか。私ボードゲームって何なんだろう。私本当に分かんないです辛いの得意なら有吉ゼミの激辛のイヤーズ出てください。あれ出たいけど私絶対お腹とお尻が死ぬと思う。賢秀さん出てましたけどね、事務所の先輩が。ピリアに人によれば釜飯パエリアの3つで世界三大炊き込みご飯というらしい。へえ。あ、待って、レモン汁がピンクになってる。今日スペースアポロ買ったんですけど、ここに持ってくるの忘れちゃった。お腹空いた。あの有吉さんが大好きなパン。カップラーメンでもいいくらいなのです、料理動画ただ食べるだけ作って。お料理はしますけど、その映すのがな。曲技飛行、ちょっと待って、ゲップが出ましたいいね。インドカリーとナンは嫌い？あ、ナンは好きです。中山ボーリング残念やからボーリング挑戦してほしい本当に下手くそなの。だってさ、右に寄っちゃったと思ってさ、じゃあ体左に寄せてやると今度左に行っちゃうんです。全然意味わかんない球技苦手ですね。運動好きじゃないかも。ダンスやってるのが奇跡かも。やれたのが奇跡か。伝説のふわふわオムレツ。え、全然ふわふわじゃないですよ、私の。すごいバター。バターのオムレツです。オムレツ？オムライス。ビデオゲームでなくてアナログのゲームですね。古くは人生ゲームとか。なるほど。テーブル上でやるアナログなゲームは大体ボードゲーム。なるほど。じゃあ、オセロとかも？人生ゲームがボードゲーム。スペースアポロ美味しい。少々お高い。なんか私の地元はいつも安売りしてくれます。基本が分かんないけど、基本の値段が分かんないけど。スペースアポロ一時期イチゴも出てたけど、ああ私は出会わなかったですね。あとスゴロクとかもボードゲーム。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。はい最近若い女性にも麻雀とか流行ってます。麻雀本当にルールが分かんないです。なんかそうプロ雀士とか、なんかその声優さんとかもなんかその肩書きがもう一個みたいな多いじゃないですか。やりたいって一瞬思ったけどルールが本当に分かんない。なんかそのなんていうんだっけ、パイ、それも覚えられない
できないのにただひたすらその携帯のゲームやってた時はありますけどね。池谷さん家にたくさんありますボードゲーム。旅館中谷さん大会終わりから、こんばんは。こんばんは。でももうあと4分ぐらいで終わります。負けた。長期であえこやった。来週もまた見てくださいね。あ、誰カリカリしてるでしょ。ソファーカリカリされてる。イキヤさん家で個人イベントオフ会でボードゲームやりましょう。やるか。また人がね集まれるようになったらやりたいんですね、何かしら。レトロアナログゲームはアナログバンバン見て面白かったらネットとかで探し回っています。難しい難しい。麻雀いける子です。私麻雀本当に分かんなかったです。諦めました。やっぱ頭悪いんだなって思いました。私あとそのとっても興味がないとやらないんだなって。まあ人間ってみんなそうかもしれないけど。元3期生って結婚の話ないの？ないですね。どうする？どうする？猫とボードゲーと温泉が常設されています。最高。本当になんか温泉とかもそのコロナ気にしない時代がまた戻ってきたら行きたいな。今度遊びに行かせてください。今度っていうかいつか。サザエさん風のじゃんけんしてみるといいですね。昔舞台でやりましたけど。また見に来ます。ありがとうございます。すいません、わざわざ。おつみさん、そう、猫さんもいます。辛いラーメンオフ会、ただ食べるだけ。でも私辛いの食べるとっていうかあったかいもの食べると鼻水出ちゃうからみんなの前では食べられない。CS でアナログバンバンっていう番組があって、某声優さん3人が子供のようにはしゃいでアナログゲームで遊ぶ番組です。なんかすごい情報量多いですね。声優さん子供のようにはしゃいでアナログゲーム。あ、そんなに多くなかったか。あ、キャンプとちょっと混じっちゃった。ソロキャン、ソロキャンはなんか女性のソロキャンは危ないって聞いたけど、どう、なんかやれる、大丈夫みたいな、ちゃんとなんか構ってくるおじさんたちが来るみたいな。私そういう人に捕まりやすいか。なんかこう見た目がさ弱そうじゃないですか。全然弱くないんだけど、性格悪いから。今日温泉行きました。近所が温泉街です。めっちゃいいな。ぴょんちゃん二郎系ペロですよ。私は本当にもう二郎系多分食べられなくなりました、年取って。むつみさんありがとうございました。ありがとうございました。温泉行きたいね。なんかやん行きたいですね。最近ダイソーでもボードゲーム豊富ですよ。でもほんとさ、その私余裕がないから趣味も広げられないんですよね。もうちょっとさ緩やかな生活するようになったらできるのかな。でも今はその真面目に働いてるから、生活のためにバイト優先って感じだから。韓国系の ASMR やってみてはね。あのここだけ映してさ、セクシー ASMR みたいな、なんかあるじゃないですか。みんなあの辺しか映さないみたいな。ASMR だったら、でもほんと年取ってご飯を大量摂取できなくなったっていうのが、その昔ご飯食べる動画あげようと思って撮ってあげてたんですけど、このアカウントで。その年取ってそんなに食べられなくなったっていうので、そのご飯もっぱん動画を撮らなくなっちゃったんですよ。年齢ああ時間過ぎてた。最近映画見ましたか中やん。映画のやつ質問前こ聞いてて今日答えてるので、よかったらアーカイブ見てください。今は深夜シフト、そう、夜働いてますよ。楽勝です、すごいな。あ、じゃあ
よし、バツッと切るわよ。終わりにしたいと思います。皆さん今日もお付き合いありがとうございました。明日はゲーム配信したいと思います。ヒューマンフォールフラットをちゃんとやる、ちゃんとやってるの。私いつでも真面目なんだけど、なんか下手くそなんだよな。気がついちゃった。あ、ポケモンゲームしてないです。やりたいけどそこまで気が回ってない。今ヒューマンフォールフラットおばさんしてます。またね、お疲れ様でした。おやすみブサ、お疲れ様です。ありがとうございました。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。 Thank you。 ケイチさん、ありがとうございます。今日かわいいスタンプステッカー、今日も元気になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。明日も楽しみにしてます。ありがとうございました。参加できたら参加します。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。明日も仕事頑張ります。頑張ってください。おやすみなさい。お疲れ様でした。おつでやんす。終わります。